はい、はい。9!9!8 月2日金曜日でございますね、先生。今日よろしくお願いします。俺で来るなって声出ないんだ。そうですか、声出ないんだ。ねえ、磯山ちゃん、はい。今日はビバリーヒルズですよ、ね。はい、そうですね。8月に入りましたね。そうですよ。松村邦弘とね、磯山ちゃんで今日は。はい、いやいやいや、みんなおかしいって思っちゃうから。さっきからまた。先生、うん、先生、どうですか先生、どうされました見てなんでな。どうですよ。はい、こんにちは。まっちゃん無理なんですよ。で俺鼻水がさ、はい、昨日医者は行ったんだけどさ、はい、あの片方はずっと流れチュリ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 、はい、引き取ってんだよなんだけど、はい、で鼻かがみすぎたのかな、なんか鼻の内側になんかおでけみたいにできちゃうじゃない、はい、噛みすぎると、はいはいはい、あれを気をちょっと切りに行ってさ、取ってもらったんだけどさ、はい、でも別に他は悪くないらしいんだよ、熱もないし、はい、ただ老いだな。いやアレルギーだと思いますけどね。風邪ひきなんかだと、そう鼻水が止まらなくなっちゃうとか、なんかあの水っぽいさらっとした鼻水だとアレルギー性の鼻炎だとか言われます。そう。はい。なんか先生アレルギーなんですよ。前も言ったけど松村の。いやいや僕のアレルギーじゃないですよ。松村。磯山ちゃんが前から、ね、それ言ってましたけどね。俺はシワトークだから。シワトークですか。痛いですか。あのね耳鼻咽喉科僕も行くけどね、あれ、うん、あの水をピューと鼻に入れてもらって口から出るやつがあるじゃない。鼻うがいね。鼻うがいのやつのピューピューってやつがあるんだよ、うんはい。あれやるとすごい取れますよ。どんどん黄色いのがいっぱい。やだやめて。ね、うん。大丈夫だと思いますけどね、先生。まあまあ、ちょっと一瞬ですかね。はいはい。先生、頑張ってください。広げてよ、話を。ねえ、いやいや頑張ってください、先生。広げてよ、話を。無理だから、この二人じゃ無理だから、先生。いやいやいや。どんな話広がらないの？広がらないんですよ、ね。ご存知でしょ、この間も。こんなことがあったこと、先生。ご存知でしょ。35周年イベントの日、先生いらっしゃるんですよ。前日だって言ったもんね。ちゃんと私でお送りした金曜日まで。そうでしたもんね。全然進まなくて、私がその後具合悪くなったことまで知ってるじゃないですか。イカメラまで飲んだんですよ、先生。あんた寝込んだんだよな。そうですよ。それだ。そこから。あ、俺、じゃあ、それも、これがそうかもしれないな。そうですね。今回な。はい、遅く。回ってたね。松村の。遅すぎますね。ちょっと遅く、時間差で回ってきたんでしょうね。松村の分まで、はい、もうさ、体力がさ、追いつかなくて、若くさがないから。このオリンピックシーズンに、オリンピック見すぎてたんですか、やっぱ見ますよ、やっぱり。体調がちょっとあるんですか、オリンピック。ですからね。それでクーラーが暑い寒いになって。ああ、そうですよね。俺も裸で寝てますよ。この情報。ねえ。俺も裸でよく寝てる。嫌です。クーラーガンガン。暑くてしょうがないわね。気のせい。はいはい。上の近くパッと言ってさ、九段会館の方にさ、はい、きれいな耳鼻科ができたのね、はいはい。で、そこの若いお姉さんがやってるからさ、これはいいやなんて、わわわわって言って、耳とかさ、鼻やってもらったんで、はい、で、大丈夫だよなんて言って、うん、うん、大丈夫って、耳と鼻やって、はい、で、そこ逆算して、そこから2時間後、5時からにマッサージをお願いしちゃった別のところにね、はい、それでちょっと30分ぐらい時間が空いちゃうから、はいはい、暑いんだから嫌じゃねえ、はい。じゃあ、一点その間途中に書斎があるから、そこで一回水でも飲んで、横になって、それから行こうと思ったら、はい、5時にマッサージ。はい、で、頭ぼーっとしてんだけどさ、はい、9階であるより8階降りちゃったじゃん。もうダメだな、俺。あ、大丈夫ですか、はい、ちょっと。僕、普通にあるな。俺は、ちょっと休暇だと思って、上がって。はい、で、ガチャッと開けて、はい、見渡したら、俺の確か書斎なんで、はい、あ、本がいっぱいあるから、はい、あ、俺の部屋だなと思って。はい、でさ、あ、ちょっと冷たいもの飲んで、はい、冷たいもの飲んで、じゃあ、ちょっと横になろうかなと思うね。はいはい、年だから、はい。横になろうかなと思ったら、一切記憶がないんだよ。そっから、ダーって眠っちゃったんだね。ひたすら。夜ぐらいまで。夜ぐらい。そう。したら2時間ぐらいして、ポッとうっすら目を開けたら、玄関のドアがダダ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 ダ、もう、消防庁から、町の若い市から、もう、トビの皆さんから見た、ダダダダダダ、そんな、みんな集まっちゃって。みんな、うちの神様筆頭にさ、まあ、赤穂浪士の打ち入りみたいなんだよ。ドア開けろ、ね、ドア開けろって言った、向こうはピンポンピンポン押したらしいけど、聞いてないから寝て、寝ちゃってくから。はいはい。もうすごいんだよ、村の消防ないから、見てくれて。村の集まり。大丈夫ですか、やばいやばいって。木が高速になって、いましたかみたいなさ。いましたと。なんだよな、俺寝てんのに、なんだよさ。そしたら壁さんが、なんだよじゃないよ。もう2時間も遅れて、向こうから電話あったんで来てないって、旦那。ああ、よかった。そうか、俺行くんだっけって、行くんだっけじゃない。やばい。一切記憶ないんだよ。やっちまいましたね。俺ともあの、やったね。いやいやいや。
安心したんでしょうね。一回病院に行って、ね、うん、で見てもらったから、まあ、ここ以外大丈夫ですよみたいな、お花以外は、うん、まあって言って。お花だってフラワーじゃないよ。そうですよ。そうですよ。はい。まだぼーっとしてます先生。ノースの方。まだぼーっとしてますか。チャダラ。まだぼーっとしてますかって。こだ。出た。出た。武田鉄矢さん。大丈夫でした。大丈夫でした。こだ。それが聞けたら大丈夫ですよ先生。こだだよ。そうそうそう。なんか行動がおかしいんだ俺ね。いやでももう奥さんもびっくりしたでしょうね。どんこそすごい飲んだら反転しちゃって、もう何の消防団だったの、消防団かと思ったもんだって、ダダダダーなってたじゃん。でよくその場所だっていうのも分かりました、書斎にいるって、ね、でも通り道だから絶対寄ってる、時間的に、ね、時間的にね、これで休んで、ね、冷たいもの飲んでから行くんだろうなと思ったんだね。2時間遅れで、無事でよかったでもよかったですね。でその後マッサージに行ったら、マッサージのおばちゃんもさ、はい、なっただってそんな言うねきついこと。いいですね、いいですね、正直に。言うねきついこと、はい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 。俺だって時間計算できるわけじゃん。そうですよ。今まで ね、時間時間できてきたからさ。はいはいはい。忙しく来てきましたからね。分かんないわけですよ。暑いから先生、ただでさえ体力奪われますからね。そうですよね。疲れちゃうんですよ。そうしよう。じゃあ今日は今から喋んなくていいな。えよし。いや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 。よし。本当に。スタートじゃないんですよ。はい。先生。でもなんか食べてからね、パッと眠くなるのはあるね、僕も。それはみんな。2時間、3時間は。あるよな。ポクッと食べると血糖値が上がるから。ポクッと寝ちゃう。寝ちゃうよね。これでパッと見たら血糖値9時とかになっちゃって。一緒じゃないよ、だから。何が先生の話。いや、睡眠薬みたいなもんなんだよ。食べ物ポッと食べるとポッと寝ちゃうのは違うと思うよ。俺はどんどんどんって叩いてる人がいないんですよ先生。先生すごいことですよ。発見してくれないんで。発見してくれないんですよ。孤独死。僕はね絶対ね。君はそのまま孤独死なんだ。孤独死。自分で目が覚めて真っ暗で誰もいない。先生すごいいい環境ですよ。こんないっぱい集まってくるわけでしょ。ね、地元の消防団の新聞達五郎みたいなのがいっぱい来るんでしょ。新聞達五郎いいことですよ。大変だって大将。はい。僕ね5時に寝てね10時に目が覚めたことあるけど、俺何も誰も来ない。誰にも心配されず。誰も来ない。来たとて全裸で寝てるから。はぁって言われるやつ。もう来たとき着替えて行くから。宅急便が来たときだけね。やだ。来たとき着替える。上はもういいやと思って。いいよ上はいいやと思って。上も着なさいよ。上はいいや。もういちいちね、そんなね、あれよりも早めに行く方がいいんだよ。あなたの気持ちじゃないの。相手の気持ち考えてくださいよ。いや、相手だってね、早めの方がいいんだよ。だって早めの方がいいんじゃないの。早めがいいんだよ。またね、男性が多いんだよね。あの、宅急便の方ね。女性が来たらどうする？女性が来たら俺も着替えろ、さすがに。もう恥じらいがあるから。俺も恥じらいがあるからね。俺も恥じらいがあるから、ドアパッと開けて女性がいると思ったらちょっとテンションが上がるね。ガチャンと。着替える時間を作るの？それあります、自分の中で。着替える時間があるね。僕も、僕なりにおしゃれにしたいなって思う。わ、ね、かるよ、やっぱりちょっと若い人が来るとちょっと俺もドキッとしちゃうんでね、一瞬だけね。だお、まあ、男性の時はもうパッと見て家政婦は見たみたいな感じで、あ、また来てるみたいな。すごいね。そうやって生きてきましたよ、ね、本当ね。すごいですね。あ、だから先生寝れるっていうのはいいことですよ。うん、ね、どこでも寝ちゃうから怖いんだよ。いや、それいいんですよ。どこでも寝られちゃうんです、ね、今ね、気がつくと寝てんだよ。今全部先生の世代でも分かるんですけどね、寝れない人が多いんですよ。一緒に住んだそのと。え、一緒に住んだそのと。いや、ぐっと寝れるっていうのはいいことですよ。まあ、お昼寝とかね。うん、ね、いいことなんだよな。ね、え、結果、ね、結果論が寝れることはいいことだってことなの。そう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 。今の先生の話は。うん、そうそうそう。じゃあ伊勢はどうしてんだこの夏の過ごし方は。夏ですか。でもなんかね、外ロケが結構多かったんですよ。ロケがあるから多いね。はい、だからそれが結構大変で、あるから表日差しが。そうなんですよね。これもあの、でもやっぱりスタッフさんも含め、あの休憩をこまめに入るようになりました、ロケ隊が。そう、あのもうちょっとやったら一回みんな水飲んで日陰行きましょうとか、うん、そういうもう徹底してきた。ずっと、うん、はい、あの撮影するんじゃなくて、うん、じゃないともう本当倒れちゃうっていうか。そうなんだよね。昔より5、6度暑いからね。やばかったですね。ね、高校野球だって今来年以降は7イニングまでみたいですよ。あ、そう。話も出てるみたいですよ。9回までやんないで。9回までやるとも、そのうちもあと15年したらツーアウトで終わりかも。でも早朝と夜だけとかだろ。うん、そうそう。甲子園も座っていくみたいですよ。1ヶ月ずれたりだけでもね、いいんですけどね、なんかね。最近本当お茶飲んでくださいとかね、水飲んでください言われるね、ロケでね。そうか。ね、おじさんみたいな話。言われない、なんか。今日あるこれでね、金メダルのさ、はいはい。岡慎之助だ。そうです。慎之助すごいなって言ったら、あいつが、あの、一之助がな、はい、得意そうに、知ってますか、岡慎之助先生なんて言われて。これあれですよ、安倍慎之助から来てるんですよ。お父さんのファンで、ね。お父さんが安倍慎之助のファン。はいはい。で、したら、もう一之助、鬼の首取ったようにさ、はい、そのお父さん安倍慎之助から来てるんだけど、その安倍慎之助が、ピーターの池畑慎之助のファンなんですって。そうなんです。
すごい。三代。三代目新之助なんです。ファンだから。三代目。よ、三代目。もう歌舞伎出ちゃってる。はいはい。ピーターから来て。確かに、ね。あれさんになって。表舞台に立ってる新之助たちが。大スターだよ、三代目。三代。いや、でもすごいですね。そうなんだ。個人で。ピーターから来てんだって。ピーター、安倍新之助、岡新之助。すごいよね。それいいですよね。野茂英雄さん、野茂英雄さんも村田英雄さんのファンなんですね、お父さんが。あ、そうなの？ここで英雄の名前つけたんですね。英雄っていう名前を。そうなの？野茂英雄、村田英雄の名前。そうだ。はいはい。松坂大輔もやっぱ荒木大輔で。あ、それはそうだろ。で、その前山下大輔から。大輔発祥の地の静岡から。はい。大輔大輔大輔ね。うん。中に島大輔もいると思うんですよ。リーデントの方が。はい。男の勲章を立ってる。男の勲章。スーパーることが男。あれは三浦大輔さんに受け継ぎました、リーデントが。違ったの？はい。男の、最後の、突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきたんですね、男の勲章信じて、ね、生きてきましたよ。それじゃあそろそろ、はい、参りましょうか。ソロマリさんを忍んで女性3人組の思い出を大募集。そうだね、しっとりよかったですね、しっとりとして ね、ソロマリさんもね。はい、高田裕と松村邦洋と石山さやかのラジオビバリーヒルズ。はい、もうお仕事されてる方、中でも外でもね、皆さん水分補給などを気をつけながらビバリーでね、楽しんでいただけたらなと思いますね。今水分補給しないでね。いくら飲んだっていいんだよ。いいのよ、今しなくても。ということで先生お願いします。はい、スブラのお茶を飲むのを待ちながら。待たなくていいです。飲んじゃったよ。そんなことで今日も1時まで生放送。愚痴の減らないやつ、この時間は白鶴酒造がお送りします。小沢幸吉です。愛を込めてこの歌を贈ります。へんやまるへんやまるおいしまるへんやまるみんなまる日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたも救済の対象かご確認を。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。社長、ジョブズコンストラクションって名前長くないですか？看護師さんなどのお仕事探しはメディカルジョブズ。いいじゃないですか。では保育士さんは？キッズジョブズ。わかりやすい。建設系は？施工管理人材バンク。それはわかりづらいかも。医療、保育士、建設関係のお仕事探しは？ジョブズコンストラクション。ジョブズコンストラクションで検索。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。日本放送、ラジオビバリーヒルズ。さあ、メールと募集ですね。はい、今日のテーマは、ね、思い出の女性3人組です。そのマリさんがね、亡くなっていたことが発表されましたけれども、ね、会いたくて会いたくて、ね、中尾美恵さんと伊藤ゆかりさんとともに、ね、スパーク3人娘とレッツスパークって呼ばれてましたよね。スバイリーオハラっていうね、踊る指揮者がいたんだよ。かっこいいところ、外人みたいな、はいはい、それとか踊って指揮するんだよ。で3人がバーってツイスト踊るんだよ。ヒットパレードなんですね。ヒットパレードで、はい、これまでにもね、いろんな3人娘がね、いらっしゃいましたけど、元祖はひばり千恵美で、泉のね、雪村泉さん、うん、ねえ、そこで今日はですね、女性3人組の思い出を募集したいと思います。はい、ね、女性トリオ、森三中さんとかね、ああ、それもいいですね。ね、いいですもんね。柏島さん、今年亡くなったんですね。お二人亡くなりましたね。ぜひぜひ思い出送ってください。受付メールアドレスは、ヒルズアットマーク 1242.com。ファックス番号は 0570-02-1242 です。お待ちしております。これは、ゴキブリでもお化けでもなく、会社のパソコンに不正アクセスを発見した時の声。オフィスの情報セキュリティなら、まずは検索を。Nにお任せ。NTT 東日本グループです。
はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？アポロステーションプレゼンツ日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時50分文雄のちょっといい話。この時間は高リッチ続々オープンハウスがお送りします。その日々を最高の通過点に、オープンハウスグループ。今月契約どうだった？全然。俺も転職しようかな。結果出して出世するために頑張ってきたけど。諦めるな、自分の本気を。オープンハウスグループの応援ハウスプロジェクトは、チャレンジをサポートする活動です。林家ペイさん、今日は誰の誕生日ですか？今日はね、かよこさんの誕生日ですよ。と言ってもね、エビナじゃないのよ。スターボーリングの須田かよこプロみたいな。あとはね、柳家家禄師匠にね、ポールマキ師匠も今日お誕生日、指パッチンみたいな。ありがとうありがとう、指パッチンみたいな。さあ、今日のちょっといい話は、はい、はい、まあ、夏休みにね、入られてる方も多いと思いますけれども、ビバリーヒルズも来週は、アズマックスさんやナイツさんお休みということで、なんと来週火曜日なんですが、はい、アズマックスさんの代わりに高田先生出動ということで、ふみおとかずこのビバリーヒルズになります。ふみおとかずこ。先生、どうかその時までには体調を、ね、黒沢戻していただいて、もっと熱が出そうだろうね。ああ、そうですね。黒沢さんも熱出ちゃうと思うんですよ。お互い熱出してやるしちゃう。今熱出ちゃってると思うんで。一回熱出すとパッと消えるっていう。ね、すごい緊張しているらしいという話も聞いてますので、うん、はい、と、あ、来週の木曜なんですけれども、はい、ナイツさんに代わって、毎年夏にアメリカから U ターンする野沢直子さんが、ね、清水美智さんが担当します。そして、飯田浩司アナも出演するということですね。じゃあ、野沢直子は面白いな。ということなんですよ。まあ、うちの浩司がね、元気なんですけど、はい。ナイツさんが担当しているお昼1時からのラジオショーなんですけれども、はい、来週は月曜が土田輝之さん、すごいね。はい、そうなんです、うん、で火曜が雷のお二人、はい、水曜がひろ、ほっこりしますね。我が家のお盆は毎日凍って、あの子覚えてたんですね。お父さん、心のふるさと大切に、お盆のお線香は毎日凍日本行動。はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。紳士高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、もっともっと元気が欲しい。だから協力してくれ、神秘の健康力。神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、神秘の健康力で検索。中川家のレイジです。剛です。今日の中川家ザラジオショー、ゲストに暴れる君がやってきます。8歳と2歳の男の子を育てるお父さん、大変な時期やね。ほなら休日は疲れる君やな。は？いや、こっちのセリフや。放送は今日お昼1時から。ここで産経新聞ニュースです。ニュースデスクの畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。株価が急落しています。今日午前の東京株式市場は、前の日のアメリカの株式市場が大幅に下落したことを受けて大きく値下がりし、下げ幅が一時2000円を超えました。
アメリカの景気への先行き懸念が広がったほか、外国為替市場の円高ドル安進行も重荷となりました。証券会社の株価ボード前で聞きました。まあ、今まで上がりすぎた部分があって、まあ、調整がまあ入っているのかなっていう印象ですけど、年末ぐらいまで続くんじゃないですか。好景気感はないんで、まあ、どんどん下がっていくんじゃないですかね。株価の動きについて林官房長官です。その日々の動向についてコメントすることは差し替えたいと考えております。政府としては引き続き緊張感を持って市場の動向を注視するとともに、経済財政運営に万全を期してまいりたいと考えております。午前の終値は昨日より1864円48銭安い 36,261 円85銭となっています。パリオリンピック7日目の1日、フェンシングの女子フルーレ団体で、日本が3位決定戦でカナダを下し、銅メダルを獲得しました。銅メダル決定の瞬間、そして日本放送小永井和穂記者の上野優香選手へのインタビューです。お互いに突き合う。よーし！よーし！銅メダル獲得！よーし！フェンシング日本の女子、個人団体を通じて初めてのメダル獲得。女子フルーレ団体銅メダル。試合が終わった瞬間の、お気持ちを教えてください。やっぱこのオリンピックの舞台で戦うっていうのは過去最高に緊張して、まあ追いつかれかけましたけど、しっかり勝ち切ることができて本当に嬉しいです。今大会の日本選手団のメダル数はこれまでに金メダル8個、銀メダル3個、銅メダル5個の合わせて16個となっています。なお先ほど入ったニュースですが、日本バスケットボール協会はパリオリンピック男子代表の八村塁選手が左足の怪我でチームを離脱すると発表しました。今日も全国的に暑さが続いています。日本気象協会によりますと、午前11時20分の時点で、広島県の安芸太田町で 37.3 度、関東では群馬県桐生市で 34.3 度を観測しました。東京都心は 30.4 度まで気温が上がっています。熱中症警戒アラート、関東では今日、東京都と神奈川県に出されています。一方、気象庁は東北北部が梅雨明けしたとみられると発表しました。これで梅雨のない北海道を除いて、すべての地域で梅雨明けしたことになります。介護福祉士や社会福祉士など4つの国家資格について、住所や名前の変更手続きが今月の6日からオンラインでできるようになります。マイナンバーカードを活用します。デジタル庁によりますと、資格保持を証明するデジタル資格者証も発行します。河野デジタル大臣です。オンラインで手続きを行うことにより、管理する側、資格を取る側、両方にメリットを出していきたいと思います。年内には医師や看護師など27の資格を追加するということです。今日の閣議に提出されました今年度の経済財政白書で、定年後に再雇用で働く高齢者の賃金に改善傾向が見られるという企業調査の分析結果が示されました。定年前に比べて再雇用の際の賃金が8割程度以上とした企業が 39% に上り、2019年の調査より増加しています。人手不足が深刻化しており、高齢者の待遇を良くすることで引き止めを図っていることが伺えます。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。アツラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はパチンコパチスロメーカーのサミー、日本エクスプレスホールディングス、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いて日本放送天気予報です。関東地方は朝晩を中心に雲が広がるものの、今日も日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東京も今日は晴れ時々曇り、山沿いや内陸の一部でにわか雨がありますが、都心など平野部では天気の崩れはなさそうです。最高気温は昨日と同じくらいで35度前後のところが多いでしょう。内陸を中心に猛烈な暑さになりそうです。引き続き熱中症に警戒してください。土日もおおむね晴れて厳しい暑さが続くでしょう。以上、天気予報でした。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。
管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション、不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。関越道の下り線は埼玉県の三芳パーキングエリア付近で乗用車同士の事故の影響で15キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは三郷南インターでの事故の処理は終わりましたが、断続的に17キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下り線は小田原料金所付近で工事のため8キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道246号線の下りが横浜市緑区お前田交差点に故障車が止まっているため4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの原でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時27分頃お伝えします。この後はまっちゃんがリスナーと対戦、週刊 IQ クイズです。お楽しみに。アポロステーションプレゼンツ日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時50分。デイリーヤマザキ。ねえ、サンドイッチは何が好き？デイリーヤマザキのミックスサンド。なんて言ったってパンが違うんだな。パンにこだわるデイリーヤマザキのミックスサンド。あ、しっとりふわふわ、ここにしかない美味しさ。デイリーヤマザキ。たけしさん、今日は記念日なのご存知でした？あのオイラがバイクに乗って赤坂のゴンダ坂でひっくり返ったのが1994年の今日なんだ。あれから30年か。フライデー襲撃から38年。オイラも高田さんもいろいろありすぎだよ。なげえな、高田さんと俺はよ。すごいよ、まあ、お互いよ。ボロボロだよ、体よ。俺もボロボロだよ、わけよ。よく働かされてるな、まだ。まだ。こんなに元気なね、あの、75歳いませんよ。ませんよ、75、76、77。俺が事故の時よく浅草キットかけてくれてありがとうね。そうだよ、励まそうと思って。そうだよ。そしたらヒットしちゃったから。そうだよ。また再びね、あの、来ちゃったんだ。気がついちゃったから。気がついちゃったよ。河野さんだけが喜んじゃってんだよ。あの親父だけが喜んじゃってんだよ。店が儲かったって。さあ、だって今日は。先生、ビバリーヒルズのご挨拶を、はい、そうですね、また午後のご挨拶をお願いします。相撲、はい、の解説でもするのかと思って。先生、なんだか発注は、発注はないかと思って。ビバリーヒルズの今、生放送中なんです。レギュラースタイル。よろしくお願いします。はい、レギュラースタイルね。先生から始まらないといけないです、ね。スペシャルじゃなくてね。はい、はい、そうです。レギュラースタイルです。いいのね。ゆとり教育とかそういうことじゃなくて。そうですね。時代がゆとり教育ですけどね、今。ゆとり教育。はい。Z 世代。なんでゆとり教育出てきたんですか、先生、今。Z 世代。なんで寝てました、先生。だから飛ぶなよ、俺に。そうですか、なんか俺だってわからないんだから、もう飛ぶな。イリュージョンだから、男子のいう頭の中のイリュージョンだから、ね、いろんなね、はい、いろんなことがわかんないから、そうそう、だから、今日もこの2人でやってやります。3人でやってます。誰抜かしました、先生？早いよ、あのメイン余裕が、余白がないんだよ、ツッコミね。もう一人味わう余白を受けてボンと向けなきゃ。早いんだよ、先生仕込みなんですけどね。ツッコミ早いんだよ、 0.03 秒早いんだよ。先生がチェンジアップで、チェンジアップで、考え余地がないんだもん。先生がぼーっとしてるから早く聞こえるだけです。ね、なんで人を衰えたらいいんだよ。武蔵を衰えたら。全ては鼻詰まりが悪いんですよ。俺は宮本武蔵か、お前。お前、佐々木小次郎か、お前は。武蔵を衰えたらいいんだよ。そのツッコミもわかんないです。小次郎破れるんだから。時代が小次郎破れるんだよ。わかんないのだから。お前、鞘捨てたろ、お前、ポット。そうです。破れたらいいんだよ。そうだよ。鞘捨てろ、鞘。捨てたんですね、じゃあ。もう、じゃあ捨てました。もうダメです。捨てた。遅く来ますもんね。遅く来るから、龍馬。何があれ、船でみんな来てるけど、あそこに弟子全部置けたからね。まだ100歳。武蔵小次郎、弟子全部置けて、はい、島の裏に隠して、はいはい、で小次郎が出てきたら、はい、わーっと出てってみんなで暴行やっちゃった。そうなんですか。そうだよ、みんなで集団暴行なんだから、ね、実際そうなんですね。そうだ、実際、はいはい、1対1じゃないんだよ、そうなんですか。武蔵はずるいんだから。何の話
そうしないと勝てないってことだよ。勝てない、なるほど。何事にもね、プレーですね。後からフェアプレーと言ったって、ね、遅いんだよ。生きるか死ぬかのものやな。そうですね。フェアプレーもいらないんだから。これあと、勝つということは、そうですね。一対一で決闘すると言いながらも、弟子を船にみんな乗っけて、お前ら隠れとけって。9出したら出てこいよ。それ僕初めて聞きました。結構弟子結構乗せてたんですか。弟子20何乗ったんだ。乗せてた20。隠しといたんだ。それで、おい、小次郎ってやってさ。そうなんですか。1対1で振りして。1対1で来たのかと思った。で、9ってバーって出た。する。ボクボクボク。俺、歴史なんてそんなもんなんだから。俺、あの、天馬戦越えてるあの人と部屋来てんのかなと思ったら。あの人、頼りになんないの、天馬戦だけじゃない。戦いになんないだろ。マジで何の話すいやいやいや。武蔵と小次郎。そうなんだよ。武蔵と小次郎。そうですね。あの、ハエとかが止まってくると、ポッと取りますよね。もう広げなくていいんだ。それは塚原牧伝。塚原牧伝さっき。塚原牧伝だよ。それは塚原牧伝だよ。鹿島神宮でしょ、うん。鹿島神宮。それはって言うなよ、知らないって言うの。鹿島の人。鹿島の人。そうなんですか。鹿島パカッと。知らないね。鹿島の人。鹿島の人。鹿島の人。行こう。はい、はい、じゃあ行きましょうか。先生が言ってください。このコーナーですよ。金曜日の男、松村邦弘と、はい、はい、石山さやかです。そして金曜の昼ははい、週刊 IQ クイズ。何クイズだっけなと思ってた。さあ、1週間の芸能スポーツ情報クイズです。題します、はい、まっちゃんとリスナーの、ね、交流戦をお届けしておりますが、はい、ま、そうなんです。こちら1対1でやらせていただきます。なんか先生、森光子さんに言ってきましたね。あ、そうね。ね、お前褒めてないだろ。いや、言ってきた。お前褒めてないな。竹田さんに続くやつ。あ、モノマネができる。コダーの続く老化現象シリーズみたいな。コダーに続くやつ。老化現象シリーズ。今、あらそう言ってなかった。いつもちゃん言ってた。あらそう。あら、二つ目のモノマネが。先生、二週間で一人ずつ出てきますね。ボケボケシリーズやめろよ、こうやって。こだーさあ、クイズマッチにかけば、芸能コースは賞金5000円、スポーツコースは1万円プレゼントしております。はい、ちなみに今シーズンの成績、まっちゃんは13勝19敗。そうですね。借金6ですね。阪神だって返してるから、今。うん。ね、どんどん、7連勝。はい、7連勝。そして勝っても負けても嬉しい参加賞があります。今月は2000円分の図書カード差し上げます。ぜひね、月刊高田も買えますので。そうですね、はい、1900円ですからね。はい、1900円です。よろしくお願いします。ではまず賞金5000円の芸能コースから参りましょう、ね。よし、はい、チャレンジャーは新宿区にお住まいの直樹さんですね。直樹さん、あの35周年イベントに参加してくださったということで、はい、国際フォーラム、はい、うん、言ってくれよ。そうですね、直樹さん今ね来ましたね。そうか、直樹なんですって。ビバリも23年ぐらい来てる。 いいね、ありがたいですね。いいね。うん、でチワワを飼ってると。あら、お、かわいい子ちゃん。タミーグロスがアフリカのサファリ、ペルーのマチュピチュ、いいですね。海外行くってんだ、何してるんですよこれ。いや、これがいいね。40カ国訪れたという。何、何これ、すごい。どういう人なのこれ。プライベートが電波少年だね。すごいね。イッテQみたいな。ね、プライベート直樹さん聞いてみな、ちょっと、うん、はい、直樹さん、こんにちは。あ、こんにちは、どうもよろしくお願いします。いや、面白かったです。面白かったですか。塚原牧伝、朝見てます。塚原牧伝、塚原牧伝、塚原牧伝見てた。坂井正人もやってたのね。そうそう、今朝やってるんです。ね、今やってんの塚原牧伝。いや、朝 NHK で再放送。再放送でやってますね。やってんの。よろしくお願いします。すいません、お願いします。いつも聞いてます。直樹さんは何ですか、世界中旅して。あ、そうなんです。何の仕事ですか。うん、学生時代から行ってまして、うん、あの、うん、電波少年で猿岩石がヒッチハイクしてた時に一緒に掃除機に旅行行ってって、うん、で通算で猿岩石がね、ヒッチハイクでよく旅行行ったのを見てね、俺らもやろうってすごい若者が海外行ってたんですよ、あの時代。それで行ったの。はい、行きました。でもあのヒッチハイクは無理で、うん、あの電車で大陸渡ってどんどんまで。すごいね。とんでもないです。あ、そう、いい経験だ。すごい経験してね。ディレクターがいない海外ロケっていいよね。俺も羨ましい、ディレクターがいない。それは仕事ではないんでしょ。あ、仕事ではなくて、あの休みとか使ったりして、うん、今まで、今50歳なんですけど、あの、はあ、ちょこちょこ行ってきた、ね。はあ、お仕事自体は何してるんですか。あ、ですね、今イベントとかの営業企画みたいなのをやってます。それで各国もやってるんだ。先日のイベントも
すごい勉強になります。仕事とね、メリハリが。パスポート印鑑だらけでしょう。あ、そうですね、はい。フォーラムのイベントも面白かったでしょ、ね、面白かったですね、ちょうどあの国際フォーラム上手の席で高田先生と伊勢山さんとまっちゃんの顔がこちらに向いてたんで、あ、そう、すごいいい席でしたね。あ、見れた、はい、あ、それよかったよかった、はい、ね、楽しんでもらえて、ありがとうございます。じゃあなんか音出してください。はい、あの、聞こえますか。犬のおもちゃです。犬のおもちゃ、ワンコのおもちゃ、はい、いいですね。じゃあさ、まっちゃんの好きなモノマネはキリンが来るの織田信長さんですって。十兵衛貴重は、ね、わしにとって貴重は、そんなだったっけ。そう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 、そうなんだっけ、染めたんです、うん、キリンが来るだ、うん、ね、合ってます、合ってます、なんかキリンは来るだよな、うん、合ってる、うん、すごい喜んでくれ、嬉しい、ね、友達になりませんか。僕いないんですよ。ねえ、ずっと呼んでくれるね。俺なんか朝早く散歩しない一緒に、うん、今じゃあワンコの散歩つけてください。伊達政宗見てます。あ、教えて死んでよ、武将の道とは地獄の道だ。ね、大竹秀樹でしょ今の、ね、あれ、それなんか幸せです。今度は YouTube 出てくれる。なんか違うな、 YouTube 見てます。ね、一緒にお散歩してほしいね。なんか違うな。はい。さあ、では問題は7問、4問正解した方の勝ちです。はい、はい。頑張ります。頑張ってください。では参ります。はい、週刊芸能 IQ クイズスタート。はい、第1問。最高にトゥースな記録を作りました。今年の2月18日に行われたイベント、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームが、コメディショーのチケット販売数の最多記録でギネスの世界記録に認定されました。あ、そうかそうか、最多数、最多。ギネスには様々な分野の項目がありますが、では日本のテレビ番組で同じ司会者によるトーク番組の、はい、直樹ちゃん、ペツコの部屋、素晴らしい、すごい、ね、最多放送のギネス記録を更新した有名ご長寿番組といえば何でしょうという問題でした。ペツコの部屋、ね、すごい、素晴らしい、ね、そのオードリーさんも素晴らしいですね。まずは直樹さんが先生です。オードリーことオールライトのことをまとめた本が一冊できて、はい、だからいい調理だったね。では第2問です。心に響く名言をご紹介しました。響く名言、テレビ番組証言者バラエティアンタウォッチマンで有名人が残した名言をクイズ形式で紹介しました。はい、番組では作詞家 A 六助さんの、出た、帰ってきた、その A さんのですね、星にはなってまって、なって、あ、なってないんです、草葉の陰でいます。そうだったんですか。見守ってるんですよね、先生。よかったです、陰にいただいて、ね、熱中症にもならないからね。声戻ってますよ。声戻ってますよ。何だ、はい、A さんの夫婦生活に関する名言を紹介したのですが、 A 六助さんの名言とは、うん、赤の他人同士が起こす〇〇、それが夫婦というものです。ではこの〇〇は一体何でしょうか。あ、3択いける、いける、3択あるよ、3択、直樹さん、3択お願いします。いく、3択、はい、3択、ありがとうございます。1、運命、うん、2、奇跡、奇跡、3、喜劇、うん、赤の他人同士が起こす〇〇、それが夫婦、はい、何でしょう。3番、喜劇？あ、三番じゃなかったな。三番じゃなかった。はい、バトル。はい、運命。うわ、すごい。一番大事なセリフをお互い外してくれ。すみません。これもダメ。これダメ。でも二つ、はい、三択だった。奇跡だから。奇跡だよ。赤の他人同士が起こす奇跡。それが夫婦というものなんて、わかりましたか。わかりました。ありがたい言葉、素晴らしい言葉でございます。 いいですね、やっぱ奇跡ですよね。はい、1対0のままいきます。第3問です。はい、究極の予断を披露しました。そう、ありがとう、ありがとう。31日バラエティ番組これ予断なんですけどの企画で関西人が衝撃を受けたデビュー曲ランキングを発表しました。うんうん、このランキングの上位には宇多田ヒカルさん、サザンオールスターズなどが選ばれたんですが、うんうん、では5位に選ばれた尾崎豊のデビュー曲は何でしょう。おい、直樹さん、
あ、はい、15の夜。15の夜。はい、やった、正解、15の夜でした。衝撃を受けたデビュー曲、はい、関西人に聞いた、偉いの出てきたなと衝撃を受けたデビュー曲。ー1位が宇多田ヒカルさんのオートマチック。オートマチックか、オートマチック、うん、うん、歌いました、歌った、勝手にシンドバッド。2位が勝手にシンドバッド。セーブは3位ですね、はい。これであのあちこちオードリーゲストが後でさ、ずっと陰でした、ごめんね、若林のトークな、ね、やってんだよ、ずっとゲストでトークだよね。すごいね、いろんなメディアに出てくれますね、うん、出てきたよ、すごいよ。日芸ですよね、先生。なるほど、日芸でしたっけ。違うじゃない、違いましたっけ。夜遊び、夜遊び、夜遊びです。私の後輩は夜遊び、夜遊びだけ、世界の夜遊びです、世界の夜遊び、ね、そうそうそう、はい、直樹さんが2点というリードしております、はい、2対0です。では第4問です。あらゆるものを測りまくる番組です。測りまくる、あらゆるものを。28日バラエティ番組ちょっとばかり測ってみたが放送されました、うんうん、この番組ではある動物を飼うのに年間でいくらかかるのかを検証したのですが、では1年間で8億円の費用がかかる動物は次のうち何でしょうか。8億円、はい、3択です。1パンダ、2ゾウ、3リリー。お、あ、はい、ばっちゃん、2番ゾウ。ゾウ、おー、ゾウでした。やっぱゾウ食べるからね。200円、200、これは食べるよね。誰かリリーに触れて、リリーね、あの犬ね、うちの愛犬のリリー、あ、うん、そう、あ、お前ぐらいのこと言ってるから、はい、リリー、あれもかかるでしょ。8億かかんないだろお前。8億はかかんないですけど、結構お金はね、かかります。800円ぐらいだろお前、ね、800円じゃないです。800円じゃないです。最近俺に懐いてきたね。あ、そう、懐いてきたね、ちょっと今日、ね、なんか追いかけたもんね。初めてだよ、獲物だと思ってんのかな。まだずっと餌だと思ってるよ、ローと。さあ、2対1、直樹さんがリードしております。では第5問、今大注目のドラマです。28日ネットフリックスオリジナルドラマ地面師たちが、面白いな、ネットフリックスの見てます、大賞、国内アクセスランキング1位にランクインしました。このドラマには豪華なキャスト陣が参加していますが、では地面師たちにも出演している女優の小池栄子さんが主演を務める、はい、はい、野戦病院、野戦病院、新宿の女たちじゃなくて野戦病院、ま、そう、まるまる野戦病院の前に漢字2つ、突撃野戦病院、突撃じゃないだろ。確かに突撃されるけどね。漢字2つ野戦病院の前に、激突、さっき名前出したよ自分で、新宿、先生優しい。現在テレビで放送中のドラマなんでしょう。新宿野戦病院です。病院だ、パタリロリ。さあ、2対2同点です。では第6問です。舞台裏のエピソードを語りました。30日日本放送ナイツザラジオショーに女優の水木有沙さんがゲストで出演しました。水木有沙さんといえばこれまで数多くのドラマに出演されていますが、では看護師を舞台にしたドラ、うん、よいしょ、はい、どうぞ、はい、ナースのお仕事、うん、はい、先輩役の松下由紀さんとの掛け合いが話題を呼んだドラマなんでしょう。ナースのお仕事です、はい、直樹さんも今分かってましたね、うん、次頑張ってください。はい、頑張ります、はい、まっちゃんがリーチとなりました、はい、では第7問です。大人の魅力が満載の写真集が発売です。魅力、30日お笑い芸人のザ・パンチさんがザ・パンチだよ、デジタル写真集を発売しました。デジタル写真集、写真集は砂漠でラクダに抱かれてという、はい、タイトルですが、ではザ・パンチさんがネタ中に使っている人気フレーズといえば、砂漠でラクダに丸々られて、さあ一体何でしょうか。それは元のフレーズな、元のフレーズです、はい、これでヒットしたんだな。わかるかな、砂漠でラクダにこうなると大変なことになるよっていう、ヒットしたフレーズです。はい、直樹さん、抱かれて、え、ラクダに抱かれて、逃げられて、はい、やった、砂漠でラクダに逃げられてということでした、はい、さあ3対3ダブルリーチです。よし、決勝、はい、はい、ではいきます、決勝問題です。マッチョな男性たちに囲まれました。テレビ番組迷宮グルメ異郷の駅前食堂でお笑い芸人のスギちゃんが
タイのレストランで働くシーンが話題になりました。スギちゃんといえば2012年の流行語大賞に選ばれたワイルドだろうのワードが有名ですが、では2002年の流行語大賞に選ばれた多摩川で発見されたアザラシの名前は？はい、はい、はい、タマちゃん、タマちゃん、はい、タマちゃんです。タマちゃんです。直樹さん惜しかったね。惜しかったですね。惜しかったよ直樹さん。直樹さんまた今松原君が慰めてくれました、うん、直樹さん、あのまたおいおいやりましょうよ、いっぱい、はい、ねね、なんかちょっと気が合うんで、はい、ね、どことなくでどっかで会ったら、ね、どことなくで、まで、じゃどっかでね、散歩中に会ったら、ね、会ったらまた、まで、ね、うん、でまたぜひ参加してください。はい、楽しかったです。はい、2000円分の図書館。レンジャーは戸田市にお住まいのたかしさんですね。ですね、今日お誕生日だそうですよ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。戸田さんの高橋さんが誕生日53歳。まっちゃんと一緒くれ。あ、僕ね57ですね。7か、あ、いい年だな。アピールした811もうすぐだね。小林亜生さん、そうか、小林亜生さんと一緒だね。何回言うの、はい、言うの、うん、ね、で、あ、お子さんが進学のため、長男が進学のため家に出たので、自宅には男性が自分しかいなくて肩身が狭い。そうかそうか。ああ、いないわけだ、みんな。女子なの、みんなが。女子なんです。あ、本当。あと、ちょっと反抗期なんだな。ねえ。お嬢さんが。そういうことは限らないだろう。いや、そうですかね。はい、夏休みの家族旅行の足しにしたいと。賞金の使い道ね。辰川さんが好きです。あのね、よろしくお願いしますよ今日は、ね、ヤクルトの二軍ジャケの戸田ジャケ、高橋さん。はいはい、あ、どうもこんにちは、元気かね。こんにちは。どうもどうも、いろいろあるだろ、家族がね。いるよ、うん、助かるよ、よろしく。あ、よろしくお願いします。割と女性に囲まれて肩身狭いんだね。えいや、もう本当に、うん、本当にそうですね、3対1の状態で、はい、あ、羨ましいよ、ね、羨ましいよ、羨ましいわしは羨ましいと思うけどな、たかし、どうかの、うん、今日クイズ頑張れよ。はい、もうちょっとここで自分で誕生日もう自力で祝うしかないんで頑張ります。勝って祝いましょう、ね、ね、あ、そっか、じゃあ、そうそうそう、音は出るもの出してください。お互い8月だけどね、はい、うん、何ですかそれ。長男が、去年、部活で頑張って取ったメダルを叩いてます。メダルを、オリンピック中ということで。はい。メダル持ってんだね。なるほど。はい。メダルでね、誕生日もね、過ごしてほしいですからね、頑張ってほしいと思います。はい。さあ、では問題は7問、4問正解した方の勝ちです。週刊スポーツ IQ クイズスタート。第1問。記憶に残る開会式でした。26日、4時間に及ぶ開会式が行われ、パリオリンピックが開幕しました。聖火ランナーの最終走者には、フランスのリネールさんとペレクさんが務めたのですが、では、東京オリンピックで聖火ランナーの最終走者に選ばれた。お、知ってる？高橋さん。大坂直美。ナイス。素晴らしい。女子テニス日本代表の選手といえば誰でしょう。大坂直美さんでした。小遊三さんだと思った。山梨地区だろ。山梨地区ですかね。走ったのはね、正解だけどね。さあ、まずは高橋さんが先生です。では第2問、はい、日本勢がメダルラッシュです。うん、2日パリオリンピックフェンシング女子フルーレ団体が銅メダルを獲得しました。パリオリンピックが開催されてからメダルラッシュが続いている日本ですが、では今回の大会で日本勢金メダル第1号、高橋さん、あ、どうぞ。あ、第1号か、柔道の誰だろう。柔道で合ってますよ。なんとか夏美選手。そう、夏美、そうです、そうです。まっちゃんは分かってる？分かってるでしょ。第1号だろ、うん、はい、第1号。名字が出てこない。顔も出てるのに。動物の角田夏美。角田って言ったっけ。はい、角田ですね、はい、正解です。角田夏美選手でした。素晴らしい。角田夏美、ありがとうございます。角田さん、角田夏美選手でした。
さあ2対0たかしさんリードしております。では第3問です。最強の助っ人外国人の再来です。昨日阪神甲子園球場100周年記念式典が開催され、うんうんうん、サプライズゲストとしてランディ・バースさんが登場しました。そうやな、ああ吉田さんね、そうですね、そうやったな。でバースさんといえば阪神で活躍し伝説のバックスクリーン3連発でも、そうそう私監督でしたよ、知られていますが、ではその3人といえばバースさんとだった、うん、はい、はい、じゃあ高橋さん、バース選手、掛布選手、岡田選手、あーその後があった、はい、まっちゃんいい、よしよしよし、もう問題読まずにバースいける、はいはい、誰、あ、よし、バース、掛布、岡田ね、うん、の次だよ、次、はい、佐野、ショートゴロあれ、あ、違うの、佐野、ショートゴロじゃない、バカだな、いいな、3連発、じゃあ打たれた人は3連発、はいはい、高橋さん、巨人牧原ひろみ投手、牧原ひろみ、はい、牧原ひろみ、大武高校、牧原ひろみ、大武高校、高橋さんがリーチとなりました。ゲームローマンと同期、牧原ひろみ、いいんだよ、その牧原ひろみ、頑張ってね、はい、では第4問です。実況にも注目が集まりました。28日パリオリンピック女子スケートボードの吉澤ココさんが金メダルを獲得しました。吉澤さんが金メダルを獲得した時に金メダルに恋した14歳という実況の名フレーズが話題になりましたが、では東京オリンピックでスケートボード女子の最年少金メダリストが誕生した時に出た名フレーズは、これが 俺が叫んだやつだね。先生やってたんですか、先生が、ね、そうだったんですね、先生絡んでた、はい、高橋さん、はい、高橋さんどうぞ、俺が広めたろ、13歳真夏の大冒険、すごい、覚えてるじゃん、倉田さん、嬉しいね、俺のコピー覚えてくれて、ね、倉田さんじゃなかったんだ、倉田さんが奪ったんだ、先生から、そうですね、先生経由で倉田さん、ストレート勝ちでございます、嬉しいね、13歳真夏の大冒険だよ、現金1万円と2000円分の図書カードお送りします、ありがとうございます、ね、素敵なお誕生日と家族旅行を、ね、楽しんでてください、はい、ね、磯山さんのファンなんで磯山さんと喋れて嬉しかったです。ありがとうございます。あらちょっと僕と松村君お邪魔だったか知らん。そうですか。お邪魔だったか知らん。そんなことはないです。失礼しました。ねえ、茨城に行く予定ということなので。ね、茨城？はい。はい。ぜひぜひ楽しんでください。どこがおすすめありますか？おすすめ。涼しいと言ったら北茨城の方の袋田の滝とかになるんですけど。はい。車じゃなかったらもう結構大変なところだから。どうなんの、大洗とか海の方でも大洗いいですし、車を運転する僕しか頼りにしてもらえないんで家族に頑張ります。あ、じゃあぜひぜひ袋田の滝行きながら道の駅など寄りながら楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。大好きじゃん。カバライキンの確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでもカバライキンの確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ、過払い金の無料確認ダイヤル、0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。テリー東です。唐揚げの天才が焼肉弁当を始めましたよ。タレに漬け込んだ熟成カルビをお店で炙る本格焼肉弁当です。おすすめは焼肉と唐揚げ両方が楽しめる焼肉&唐揚げ弁当です。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショーゲストに暴れる君がやってきます。8歳と2歳の男の子を育てるお父さん、大変な時期やね。ほなら休日は疲れる君やな。
は？いやこっちのセリフや。放送は今日お昼1時から。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐藤さん、お願いします。はい、はじめに銀座から埼玉方面の所要時間です。都心環状線内回りの銀座から事故で渋滞している5号線下りを通って美女木ジャンクションまで50分です。この5号線下りは中台でトラックと乗用車の事故のため五国寺まで7キロ渋滞しています。都心環状線内回りの銀座から6号線と三郷線を下って三郷ジャンクションまでは40分です。次に霞ヶ関から東名中央道方面への所要時間です。霞ヶ関から東名高速道路と3号線と東名高速道路を下って海老名ジャンクションまで1時間40分4号線と中央道を下って八王子ジャンクションまで1時間50分です。道路交通情報センターの佐藤でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時30分ごろ中川家ザラジオショーの中でお伝えします。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はイエローハット N におまかせ NTT 東日本グループ、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。続いては日本放送ラジオリビングです。今日は鏡富士純金小判のご紹介です。増山さん、お願いします。はい、お伝えします。今日の日本放送ラジオリビングは、金の価格が史上最高値を更新というニュースもありまして、金に世の中の注目が高まっている中での特別企画です。鏡富士純金小判をご紹介します。デザインは美しく浮かび上がる立体的な富士山、麓の水面が鏡のように反射して富士山がくっきりと上下反転で映る光景として逆さ富士、健康長寿の象徴、鶴や松も丁寧に描かれています。その上、富士の麓を覆うのは幸運の予兆として昔から縁起のいいものとされる随雲、吉祥づくしの組み合わせは最高に価値ある一品です。お値段です。 10g が税込み44万円、圧巻の 30g は税込み132万円、すごい重量感の 50g は税込み220万円、そして最後に大迫力です、 100g の大判も用意いたしました。こちら税込み440万円です。関東1都6県は送料込みです。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル0120-1242-86番までどうぞ。あー、店長が困ってる。売上管理、商品発注チラシ作成、あー、猫の手も借りたい。やー、 N にお任せ。 N？ 長澤まさみさん。はい、 N にお任せならデジタル化で事業成長をサポート、 NTT 東日本グループです。お任せします。トンネルズザライブ2024武道館、11月開催。8月2日金曜日、磯山さやかの天気予報です。今日の関東地方の天気は晴れ時々曇り、朝晩を中心に雲が広がるものの、日中は強い日差しが照りつけるでしょう。最高気温は35度前後の予想。引き続き熱中症に警戒してください。お盆が近くでね、戻ってきました、津川雅彦のオールスターでしゃばり回答。自己紹介してるから、ね、偉いね。グランパパです。グランパパ、はい、パパです。グランパ パ, ンパ, パ, パ、金八先生こんにちは。これは僕じゃないんじゃないかな。どうして夏は暑いんですか。先生の方だな。これは僕じゃないんじゃないかな。金八先生から金八先生どうぞ。もう加藤勝だ、金髪さん風邪ひいてんじゃねえ。金髪先生、金髪先生、こだそれしかできないんだよ。そういえばこだフレーズこれしかないんだった。先生のこだダメだった。期待すんなお前。
答えしかねえんだ。どうして夏暑いんですかの。夏暑いんです。答えは多い子だ。暑い時はもうしょうがないね。しょうがない。うん、これ温暖化だからね。もう前ね、もう、うん、扇風機できないできないです。ごめんなさい。やばい。古舘一郎さん、こんにちは。はい、どうも、古舘一郎です。アナウンサーのオリンピックでの実況が、はい、話題になっておりますが、あれは三学者から考えてくるんですか、達者なもんですね、皆さんね。はい、そうです。うん、すべてね、私なんかも本当準備って本出しましたね。はい、うん、もう準備という備えあれば憂いなし。全部越山が書いてました。越山が全部書いて、あとはサメ肌文字がチェックするという、そういう体制で金メダルがね、そう実況する。冒険王とかいろいろいますから、僕もね。すべて越山です。越山。なあ、越山。なあ、越山。なあ、越山。そうです。最近見かけないね。そうです。越山。見かけない。そうだな。売れてないの。そう、売れてないかもしれないけど、滝の川歩いてる時とちょっと思い出すんだ。越山と一緒に座って飲んだなーなんて思ってさ、うん、なあ越山、うん、トーキングブルースやりたいな、めっちゃ面白いだろ、うん、なあ越山、古田さんが先生、ね、友人の作家を忍ぶのよ、そうだそうですね、作家をね、なあ越山、滝の川歩くと思い出すのよ、そうだ滝の川歩いてると思い出すんだよ、思い出すんだよ、人と人とを結んでくれるのがなあ越山、お前だったよな、滝の川でいつも言ってました、うん。王会長こんにちは。あ、どうもこんにちは、王です、母校の早稲田実業が劇的なサヨナラ勝ちで甲子園出場を決めました、はい、今回のチームで一番注目している選手は誰？僕はね、まあ、日大三高とのこの試合を見ててね、うん、やっぱ総実の今年ピッチャーが非常にいいなっていう気持ちもありますので ね、泉監督も非常にこう気合い入ってますけどね、そう内容工業も出ますからね、なんか泉監督ね、どっちもやってる、ね、とにかくね甲子園100年だって、田先生。あ、そうですか、100年ですよ、ね。そう、100年だって、昨日もね。じゃあ、王様頑張ってくださいね。僕も頑張りますよ。ちょっとね、暑さでやられてるようです。暑いけど、頑張れって言ってね。王様いればね。うん、吉田芳雄さん元気でした。ですよ。だから、まあ、そうですよね。始球式やってました。始球式やってたね。ワンバンでしたけどね。うん。ね、ちっちゃいけど、頑張ってました。椿織彦さん、こんにちは。こんにちは。あ、織彦だ。織彦だ。オリアコさんが大好きなボンジョビと盆踊りを合わせたボンジョビのイベントが中野で行われます、はい、ありがとうございます、あるよね、オリアコさんも歌っちゃうんですか、はい、やっぱりこういう機会ですのでね、こういう機会、はい、私もやっぱり大好きなボンジョビを歌いたい、はい、いや、やるんですか、シャツベースシャツベースあれバいいですか、ありがとうございます、それボンジョビで、これボンジョビですか、ボンジョビか、ボンジョビで合ってますか、ボンジョビで合ってるんです、ね、レディーガガさんこんにちは、アリバルレディガガです、ガガです、アリバルレディガガです、大阪なんだね、パリオリンピックのパフォーマンスは、はい、実はあれは、はい、録画だったと聞いてますけど、はい、どう、本当はそこで生でやりたかったんじゃないですか、あの録画どうでした、I'm happy.初めのやつ。もう閉めろ。皆さんたくさんのメールありがとうございました。相続税の申告を後回ししている方は、0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48。ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。今まで自分に合う歯磨き粉が見つからなかったあなた、そんなあなたに全薬販売の薬用歯磨き、オーラパールプラスをご紹介します。歯磨き粉っていろいろあって迷いますよね。この歯磨き粉、独自のブライトニング処方を採用しているので、健康で白い歯を目指せるんです。すごい。口元って相手に見られているなーって思うことはありますよね。歯を白くすることができるの嬉しいですね。しかも、最大10種の薬用成分で虫歯予防はもちろんのこと、歯肉炎、歯周炎、口臭、知覚過敏症状を予防してトータルケアができます。歯磨き選びに悩まれている方にぴったりな商品なんです。
これ一本でお口の美容と健康対策ができちゃうんですね。しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は入ってないんですよ。そうなんですか。配合成分についていろいろと考えられているんですね。こちら店頭では販売していません。通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ価格1本税込み1980円で提供します。送料は税込み600円です。また330円相当の歯ブラシ1本と歯の色の変化をチェックするシートをプレゼントします。歯の色の変化をチェックしてみてください。お問い合わせは0120-400-022、ラジオを聞いたとお伝えください。お届け、返品、お支払い手数料についてもお電話で。お問い合わせは 0120-400-022。 受付は朝9時から夜8時までです。それでは最後にもう一度、お問い合わせは 0120-400-022。 受付は朝9時から夜8時までです。これを機会にオーラパールプラスで白い歯目指してみませんか。たくさんのお電話お待ちしています。アポロステーションプレゼンツ、ショーアップナイタートゥデイ。この時間は、イエローハット、NTT 東日本グループ、日本エクスプレスホールディングスがお送りします。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80、合わせて1680、つまりイエローハット以上になります。イエローハット。さあ、オフィスのデジタル化を誰かに任せたい部長、課長の鈴木に懸命にサインを送ります。しかし鈴木、首を横に振っている。決して縦に振りません。デジタル化の助っ人が必要になったら N にお任せ。 NTT 東日本グループです。 An X Nippon Express。始めよう新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit。 日本エクスプレス。最高です。岡本和真のショーアップナイタートゥデイ。岡本選手ありがとうございます。最高です。シャープナイター、今夜は東京ドームから巨人対ヤクルト戦を解説、田尾康さん、はい、実況山田徹アナウンサーで、試合終了まで完全生中継でお届けします。そうです、はい、先発は今日赤星君と久川君です。あら、そうなんですね。高橋玲が昇格しました、はい、夏の主役は俺です。頑張ってください。はい、あなたもアツラジ、いつでもみんなのプロ野球でお楽しみください。最高です。入り光のスマホアプリドライブオン、ガソリン給油はちょっと手間ですよね。ドライブオンがあればさっと給油、サクッと決済、スマホ一つで給油量の設定からお支払いまで楽々。全国のアポロステーション、入り光で使えるスマホアプリドライブオン、今すぐダウンロード。その日々を最高の通過点に、オープンハウスグループ。お母さん、またオーディションダメだった。アイドルになりたい子いっぱいいるんだね。頑張るだけじゃダメなのかな。諦めるな、自分の本気を。オープンハウスグループの応援ハウスプロジェクトは、チャレンジをサポートする活動です。次はパチンコだ。どうも、かまいたちです。濱家、問題な、サミーといえば北斗の拳。じゃあサミースマパチ第1弾といえば北斗の拳。サミースマパチ第1弾、スマパチ北斗の拳10。サーミー。アポロステーションプレゼンツ、ショーアップナイタートゥデイ。この時間は、出光興産、オープンハウスグループ、サミーがお送りしました。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。
高田文夫のラジオビバリーヒルズ。笑顔になれ吉田よしおのお便りいきなりお笑い、はい、ありがとうございます。ね、じゃあ思い出の女性3人組ね、そのバイさんを忍んで、はい、はい、鶴ちゃんさんです、はい、私の思い出の女性3人組はおにゃんこクラブ大好き、ああそうだ、ね、世代にとっては後ろ髪引かれたい、うん、斉藤真希子、生稲晃子、工藤静香ね、そうなんです、うん、私の推しは生稲さんで、最初はセンターでしたが、そのうち歌唱力のある工藤静香さんがセンターになってしまいました。ね、石山って誰だったの、アイドルは。アイドルはモーニング娘さんとかですかね。その前か、はい、スピードとか、スピードがなんか、ね、娘さんとかだったんですかね、スピードか、はい、でした。なんかみんなが国会議員になってるね。あのおにゃんこで言うとチェキっ子とかですか、ね、あチェキお台場でやってるね、お台場的、はい、そうチェキっ子だ、はい、削り節さんです、うん、僕はお笑いの森三中がデビューの時から好きですと、NG なしの体当たりな芸風ですぐにお茶の間の人気者となりました。女性芸人の選択肢を広げた功労者だと思います。そうだね、黒沢ちゃんとかね、ね、すごいですよね、相撲とかすごいやってますでな、スコア、そうです、ね、ラブリ明太子さんは薬師丸ひろ子さん、原田智代さん、渡辺のり子さんの角川三人娘、角川三人娘、うん、あ渋いね、時をかける少女 ね演技はもちろん、そうですね、大体映画の撮影大林監督だったから、おあの、うん、尾道で撮るんですよね、あ、そうなんですね、尾道三部作でね、うんうん、そうですよ、ね、演技はもちろん歌もできる3人でしたね、狙われた学園も見たね、うん、あの頃のおちけんさんです。全日本女子プロレスの極悪同盟のダンプ松本ブル中野コンドル斉藤です。フラッシュギャルズとの髪切りマッチ燃えました、髪切りマッチはよかったよ、興奮したよ、俺も興奮したっすね、お前変だったよ、熱くなって、そうなんですね、髪切りは、ね、ダンプさんね、すごかったな、うん、ね、曽根崎純情派さんですね、はい、女性3人組で思い出すのは崖っぷちトリオとやけっぱちトリオですって、浜田樹里だ、浜田樹里2組、うん、崖っぷちの日高のり子さん、浜田樹里さん、坂上俊雄さん、俊雄さん、野々村真子さんの奥さん、ね、崖っぷちって言われたの、うん、そう、崖っぷちトリオ、鶴光さんのオールナイトニッポンで、そうか、ね、あ、それでやけっぱちトリオが松本あっこさんと小森美智子さん、ね、柳沢純子さん、小森美智子元トライアングルですからね、あ、そう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 、このやけっぱちの方ある意味ラジオ界の最強アシスタントトリオだと思います、最強アシスタント ねあっこさんと、そうですよね、そうそう、不作トリオもやったらいいのよね、イベントでやってるから今、やめなさいよ、不作トリオ、桜井美太郎さんは私にとっては森まさ子、桜田純子、山口百恵の花の中3トリオが最強ですと、実際3人は仲良しだったようですが、もう共演かなわなと取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ず信用情報に影響する、全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは0120-10-10-10-10-10-10。どうも、しじみです。私のことただの小さい二枚貝だと思ってませんか？実は栄養とかすごいんです。そんなたくさんのしじみの栄養を煮詰めてソフトカプセルに詰め込みました。そうです、私はしじみ習慣になりました。9種類の必須アミノ酸をはじめ栄養成分は29種類以上。2011年1月から2023年11月の TPC マーケティングリサーチ調べで、しじみ健康食品13年連続売上ナンバーワン。はい、ここでプレゼント。初めての方に限り、サンプルを2箱、およそ10日分を無料でお届けします。1世帯様1回限り、送料無料。お電話お待ちしています。0120-443-012。お届け返品なども、0120-443-012。自然食券のしじみ週間。はい、
ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いてハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉支局の小田涼子さん、こんにちは。はい、こんにちは。千葉市内は晴れたり曇ったりしています。小湊鉄道からバス運転士募集のお知らせです。小湊鉄道のバス運転士は、利用されるお客様の安全を第一に目的地まで送り届ける責任とやりがいのあるお仕事です。大型車の運転経験が1年以上あれば、しっかりとした実務研修で安心して始めることができ、大型二種免許を活かしたい方にもおすすめですよ。普通免許しか持っていないという方でも、免許取得にかかる費用を会社で一時負担し、毎月の給与から返済する養成制度を活用していただけます。養成期間中は雇用契約締結前のため、保証や給与は発生しませんが、免許取得後に正社員としての勤務が可能です。バス運転士の採用説明会を今日の午後5時から7時に蘇我コミュニティセンターで、来週9日金曜日の午後3時から5時まで御宿町公民館で行います。詳しくは小湊鉄道のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田涼子がお伝えしました。小田さん、ありがとうございました。暑い夏はクールビズだよな。私はキュウリビズだね。キュウリビズ？体の内側からクールダウン。暑い夏にはキュウリビズがおすすめ。青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島のキュウリを食べて乗り切ろう。キュウリビズ、いいね。過払い金の確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく、過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと無料診断に電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。さあ、今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。禁止高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。そう簡単に倒れるもんか。だから協力してくれ、神秘の健康力。神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。神秘の健康力で検索。 CM は店舗です。いや、リズム的な店舗じゃなくてお店の店舗。店舗専門の不動産屋さんといえば店舗のイメージで検索。貸店舗や貸事務所でお悩みのあなた、私たちにご相談ください。事業用不動産専門の店舗のイメージで検索。アポロステーションプレゼンツ、日本放送ショーアップナイター。今日夕方5時50分。さあ、今日は暴れる君がゲストということです。暴れる君泣かないだろう。泣かないです。泣きそうで泣かない。はい、全く今日は泣かないと思います。高級があったんだ、すごいよな。そうですよ。というわけでございます。じゃあ、はい、花火も出る季節でございますから、はい、皆さんもね、風と熱中症対策もして、はい、安全にお過ごしください。今度は月曜日お会いしましょう。さよなら。さよなら。